はい、始まりましたノクタンレディオでございます。今回も前回に引き続き、山下誠一郎くんと、吉田ひとみさんと3人で外ロケ、しました。音声でですね、お送りしたいと思います。前回ですね、割と真面目なお芝居のお話をして終わったんですけれども、その続きですね、そこから、お聞きいただければと思います。それではどうぞ。ほんで確かにミュージカルとストレートのお芝居でもまた違うしね、なんか難しいんですよね。そのさっきの浮く浮かないとかも、うん、あえて浮かせる意図もあると思うんですね。確かにね、それが例えば作る人に許されるならそれでいいとも思うんですよ、多分。だからよくそのなんだろうな、アニメ映画とかに俳優さんを持ってくるっていうのも、いろんな意図があると思うんで、それに好みっていうのは、ユーザーの好みっていうのはあると思うんですけど、武器で言うなら監督はそういう、なんだろう、そういうものに対してすごく自由じゃないですか、浮くことを楽しんでくれる人っていうか、それはなんかいいよなと思いますね。それもセンスですもんね、やっぱり。バランス感覚というか、そこにプラスして言うなら、やっぱり僕らの芝居も自由にさせてもらえるのと、プラスそれに比例してCG の動きが上がってるじゃないですか。そう、あれどうやってやってるんだろうとか、なんだろう、いつからあれができるようになったのかなとかね、すごい気になるんですよ。すごいびっくりする。あれってなんか監督自身が作っていく中で CG のやれることが増えたり分かってきたってことなんですか？そう、だからそもそもさ、 CG 作品で、例えばね、ピクサーの、ね、作品とか見ててもそうだし、はいはいはい、っていうのがさ、市場にいっぱいあるじゃん。ありますね。完璧にすごいのがさ、っていうことはあれができるわけですよ、 CG で使えばね。で、だからあそこに向かうためにどうすればいいかっていうか、っていうのをまず勉強しだすわけで、どうやって CG これ動くんだとか分かったら、こうすれば動くんだとか、なんか完成形を知ってるからこそ、今それができてない状態からできるようになるまでを単純に追ってるだけっていうか、感じかな。単純に追うっていうのが難しくないですか？いや、むずいよ。だから意味わかんないから。CG の人じゃないから、全然何から何まで用語が一つもわかんないわけ。だそれをとにかく勉強して、すごい、なんだこの意味とか、偉すぎる。そうそう、すごい、まだ1年経ってないのに。いやでもあれはね、本当だから見る人から見たら、いやいやこんなんできるわっていうね、レベルではあるんですよ。いやいやいや、これ一人でやってるのは多分世界中の人が驚くと思うけど、バカなのみたいな。本当、これだけやってるわけじゃないのに。そうそうそう、すごいですね。好きじゃないとできないね。本当すごい。でもそれはそうだよね、好きじゃなきゃもう一瞬でやめるよ、辛い。意味わかんないっていう時点でもうやめますよね。ああ、言葉が一つもわからないって時点でくじける。でもやっぱ表現したいものがあってさ、なんかそこに向かえない歯がゆさをずっと感じながらやってるから、だから早く出したいっていう気持ちがあって、で出せない、なんかまあってやりながらずっとやってるって感じかな。すごい。でもそれにちゃんとついてきてくださるね、ブリマーの人たちがいるのがいいですよね。本当に。だもう本当に毎週土曜日とか、僕も本当 YouTube めちゃくちゃ見るから、毎週やっぱ楽しみにしてて、今週監督何するんだろうとか、ゲームとかね、いろいろ。すごいいいコミュニティだなと思って。いやあれね、いや僕も楽しいからやってるとこあるよ。息抜きにはなりますよね、なるなる、きっと。あと実験もできるというか、この間はそのゲームやんなくて、Google 翻訳を使って、桃太郎を翻訳して、もう一回再翻訳したら、どんだけ変わるんだろうみたいなとか、なんかそういう実験したりとかして、めちゃくちゃ面白かったんだよ。そういう時間。ちゃんと取れ高があるっていうのがいいですよ。取れ高がある。素晴らしい。そうそうそう。まあいろいろね、こう CG、僕的にも頑張り、で役者のね、お二人はじめ他のね、ノクタン武器のキャスト陣の皆さんにも、いろいろやっていただいてますけど、で今ねその芝居の話が出ていて、舞台もね二人ともやって、はいはい、なんかこうセリフを覚えるじゃないですか、舞台は、台本持ちながらやるわけじゃない、朗読劇はね見ながらだけど、そうですね。その辺はどうなんですか？どうなんですか、先輩。
私あの2年ぶりぐらいに舞台出るってなった時にセリフの覚え方全然忘れてて、覚え方を忘れるっていうか、どうやってで、よくよく考えたら若い頃は多分覚えるっていう癖がもうついてるから、多分ドラマとかやってる方とかもそうだと思うんですけど、台本パッて一回見たらもう覚えてるっていう、多いよねそれ。それってね、多分ルーティンの癖なんだと思う、脳の。だけどもうそれが一回リセットされるとな、やっぱりこうなかなか入らないというか、どうやって覚えるんだろうと思って。だからもう以前だったら台本持って立ち稽古に参加してもらったら、もうセリフ入ってる状態、長ゼリフも全部入ってるような感じだったけど、もうそんなんじゃ入らないから、ひたすらお風呂でブツブツでしょ。僕はあの、まあ、この武器があって、その卓録をする環境っていうのがやっぱできてたから、逆に、自分以外のセリフを全部録音したんですよ。なるほど。でデータにして何、あの、カットなんぼっていうか、パート何1、シーン2とか言って分けて、データごとにで聞いてました。すごー。なんかあの役者さんによっては稽古をずっと録音してて、それずっと聞きながら覚えるって方もね、いらっしゃるなと思って。あ、ありっちゃありなんだ。しかもあの、なんだろう、難しいセリフを私あんまり言うことがない、あの多分ビジュアル的に難しいこと言わなそうな感じだから、元気なことから、なんかこうちょっと頭が悪めの役が多いから来ないけど、結構人によってはね、難しいセリフばっかり言う人もいるから、よかったと思って私あのセリフ言わなくて本当によかったっていう時結構ありますね。そうね、それで言うとなんか、さっき朗読とかね、舞台だとか話が出たけど、変な話、武器の座組で、何ストレートっていうか、舞台、舞台はあれ難しいけど、朗読とかやってみたいんですよ。やってみたい。完全にそれこそ監督に話作ってもらいたいんですけど、あの、めちゃくちゃストレートな日常のなんか群像劇みたいなの やってみたいと思ってて、ずっと。あの、それはだノクターンブギーみたいなちょっと特殊なキャラクターとかじゃなくて、フィクションじゃなくて、なんか例えばもうちょっとリアリティのある会社員とかね、そういうのを。やっぱりシェアハウスまた結局シェアハウス好きだなおいとか、いや、やりたいよね。そういうのもね、やってみたい。やってみたい。劇団ノクターン武器みたいな。ちょっとあのキャラクターがそれぞれまた変わるっていうのも面白そう。だ、ひとみさんにものすごいセクシーお姉さん役みたいな。やべ、向いてる。あとあの超難しいことを言う、言うってセクシーお姉さん。そう、理系の理系女みたいな。理系女のセクシーみたいな。ボンテージみたいな。やったことない。あ、でも私一回あるわ。え。なんかボンテージみたいの来た役。おお、セクスイ。でもね、猫耳だった宇宙人だから。ちょっとあんだ、ね。結果可愛いんすね。でもすごいキリッとしてた軍の上層部の人だった。おお、うわ、うん、それはいい。そう。いや、やりたいよね。なんか本来例えば監督的に思う、普段こいつこんな役絶対やらねえだろうな役とか決めちゃって。あえてね。あ、それは面白いかもね。面白そう。いや、この間さ、その小山の兄貴のさ、あの雀荘にね、はいはいはい、お客さんが行った時も。いや、もう久しぶりだったからさ、いろいろ話してて、で、なんかどうすかって言って、いや、ノクターン武器はさ、寂しいんだよみたいなこと言って、リモートはもう寂しいよ、俺みたいなこと言って。ねえ。なんか、広いとこでさ、そういう、やっぱ掛け合い、みんな一緒にいて、まあ、ディスタンス取って、なんか一緒にやっぱ芝居やりてえよな、みたいなのすごい言ってて。あの、体育館とか借りたらどうですか？ね、広いね。ね、区の体育館みたいなね。楽しい。そうそう、できるできる。ちょっと響くけどそこがね、うん、まあでも全然ありだよね。ありあり、やりたい。やっちゃおうか。うん、1年経つし、みんなで掛け合いのお芝居を、そうね、1周年記念のノクターン武器と関係ない作品やるっていう、それはそれで面白い。それはそれでなんか武器っぽいそうね、何なのこれ、何してるんだろう、私たち何見に来たんだっけ。特別編でとかなんかね、いろいろね、でやりたいことに対してね、現実が追いつかないっていうジレンマはね、今はまあ誰しにもあるんですけど、まあなんかそこでね、諦めないっていうか、あのそういう時にできたのが武器じゃないですか、
作るしかねえっつって監督が作ってくれたやつだから、ね、でそれに僕らもそうだし皆さんも聞いてくれ てる皆さんも何共鳴してくれたっつうか、うん、面白いっつってやってくれて今ねちゃんと形になってるのは幸せだなと思いますね。いや本当に、うん、いやそれで言うと本当みんなそのさキャスト陣がすごいと思うよ。その僕が声かけてさいいっすねっていうさ、やっぱりそこはなんかいやでもちゃんとその辺したものじゃないとかさ、うん、実は当然いて当たり前だし、まあまあそうですね、そういう、うん、商業的に考えたら、そうそうそう、うん、あの線引きというか、うん、気にするっていうこともありますよね、うん、そこはねやっぱ今いるみんなはさなんかいいじゃんみたいな、やるやるみたいなね、それはすごいやっぱもう一生忘れませんいや一生やりましょうよねえ、いや可能な限りやりたいね、うん、一生やりたいでもなんかこの1年まだ経ってないけど、うんうん、この9ヶ月とか、うん、皆さんと一緒にこうお芝居してきて、リモートとはいえ一緒に作品を作ってきて、皆さんがどういうお芝居するのかとか分かって、皆さんのお芝居のこと好きだなって思っている今だからこそまたできる可能性が広がってると思うんですよね、うん、確かに。だからなんかよりこれからが楽しみだなって思いもあります。うん、まあ、ちょっとひとみさんが喋ると車が来る感じがある。そう、私ねそういうのあるんですよ引き寄せちゃうんですよ家でさリモートするじゃないですか。なんかあったよね、ずっと救急車が撮ると救急車来るの、でその日に限ってなんか私うまく編集ができなくてまんま送ったんだけど、もう救急車ばっかりだっていうの全部入ってる面白かったもう救急車ってその後に真面目なマリモとかおプロだな、かわいいもはやあのシェアハウスの外の救急車に突っ込んでるルイみたいなすごい乗っかるんですよねいや、いいと思いますよ、えー、はい、まあね、こういろいろ話してきましたけども、はい、まあ、今日はね、なんかこうちょっと特殊な環境で、そうですね、まあたまには良いんではないか、たまにはね、外だとね、なんか いいですねそうですか、なんか、うん、いろんなことを気にせずに、あ、そうね、うん、うん、ではまたね、ぜひこう、そうですね、ドクターレディオもいろいろやっていきたいですしね、はい、ぜひぜひまた遊びに来たいです。うん、うん、まだね、来てない人もね、いるから、うんうん、来てもらって、はい、やったりしていけたらいいなと思いますよ、はい、はい、ということでね、これ編集なしだったらなかなかな長丁場ですが、そうですね、それでもお送りしたい感じはしますけれども、うんうん、はい、次からはまたね、いつも通りのノクタンレディオに戻るんじゃないかと思いますが、はい、はい、ということで今回はね、こうなんだノクタンブギー青空スタジオから素敵お届けしました、うん、はい、はい、ということで、これからもね引き続き本編も含めてよろしくお願いします。1周年までもうすぐなので皆さんのお力でたくさんいろんなことしていきましょう。はい、はい、ということでね、今回のお相手は吸血鬼役山下誠一郎と、監督の森田純平と狼類役吉田ひとみでした。はい、それじゃあ皆さん行きますよ。あ、これ3人絶対合うじゃんすごい、今まで散々合わねえ言われてた、いや僕とひとみさん一発あったんだ、なんだよ最初のね Q のきっかけだけは合わなかった逆に僕これ完璧に合うんですよそれは合わないじゃあ行きますよ皆さん、せーの、グッバイラブリー、これこれこれよ